ビッセル神戸斎藤光希獲得へこの動画ではヴィッセル神戸に移籍が決まった湘南ベルマーレ所属の斎藤光希選手のニュースについて振り返ります是非最後までご視聴よろしくお願いします J リーグについて動画を上げていますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします1月4日ヴィッセル神戸は湘南ベルマーレから斎藤光希選手が期限付き移籍で加入することを発表しました 移籍期間は今期終了ままでとなっています斉藤選手は1999年1月10日生まれの現在23歳身長1 6 6ンチ体重6 6キロの選手です神奈川県出身の斉藤選手は藤沢 FC に加入幼なじみには湘南ベルマーレ所属の石原寛和選手がいます藤沢 FC から湘南ベルマーレジュニアに加入するとそのまま 湘南ベルマーレのアカデミーでステップアップし高校2年生でトップチームに西登録選手として登録されました2017年にトップチームに昇格すると1年目ながらリーグ戦30試合に出場しました2018年には U19 日本代表のキャプテンとしてチームをけん引しました2019年にはボランチとしてレギュラーに定着して26試合に出場翌シーズンも33試合に出場しました 2021年にロシアのルビン火山に期限付き移籍をしますが怪我の影響もあり出場機会がつかめず2022年はガンバー大阪へ期限付き移籍をしましたガンバー大阪ではリーグ戦26試合に出場しました豊富な運動量を加え寄せが早く球際に強くボールダッシュ力に優れているボランチの選手です斉藤光希選手がヴィッセル神戸で活躍できることを期待しています以上 リッパーのサッカーチャンネルでした。